教員養成セミナー10月号パワーアップノート教育原理1の b の解説を始めます。講師の大西です。よろしくお願いします。教育原理のえっと1の b ということで、えっと学習指導要領の中身の総合的な学習高校の場合は、総合的な探求の時間と、あとは特別活動のえっと内容の問題について解説をしていきたいと思います。まずは総合的な学習の時間の方からですね。 えっと問題文1で、えっと、抜き出したところが、えっと、小学校ですね。小学校の,あの総合で、えっと、なのであの高等学校の方はですねもう一度あのサブノートのところで高校の目標って何だっただろうっていうのを確認はしてほしいなとは思いますが小中は基本的にはこの同じ感じだったかなというふうに思います。で、えっと 問題としてはあの目標を抜き出してきてその中からさらに、えっと、5つ空欄ラを用意して空欄補充問題ということです。で、えっと、組み合わせのところちょっとあのスライドでは持ってこなかったと思うんですけど、えっと、組み合わせどれが入るのが正しいですかっていう問題だったなと思います。はい、で目標あの実際に見ていこうかなというふうに思いますけども、えっと、総合的な学習の時間は探究的な見方考え方を働かせて 横断的、総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決すること。これを、まずは目指していくということです。えっと、選択肢、縦断っていうのがあったと思うんですけど。強化っていうのを、えっと、見たときに、縦に、あの、連なって。いってるっていうイメージでしょうか。えっと、例えば。 算数数学とかに関しては前の学年で習ったことを次の学年で応用してっていうことがありうると思うんですけどでも国語がその上に来るかとというとちょっと変な感じはしますよねなのでえっと縦に行くっていうよりは教科っていうのは別の流れが各教科の特色があってまあここの言葉を借りると見方考え方がそれぞれの教科で違っていてそれを横横断していって。 で、組み合わせたりとかするっていう意味になります。なので、横断的で総合的な学習を行って、よりよく課題を解決しましょう。で、さらには自分のですね。自己の生き方を考えていくための資質能力をまあ、123に分けて育成しますよって言ってるわけです。生き方です。これ結構大事かなというふうに思います。で、かっこ1番見ていくと探究的な学習の過程においては？ 小中学校の場合は課題の解決に必要な知識技能を身につけさせましょうというふうに言っています。で、あとは課題に関わる概念を形成することとか、探究的な学習の良さを理解することっていうのをまずは目指しましょうって言っています。高等学校になってくると、この解決だけじゃなくて、そもそも課題って何だっていうのを見つける発見するっていうところも入ってきたりします。 で括弧2番については「実社会や実生活の中から問いを見出す」っていうふうに、まあ、こちらも似てるんですけど問いを「これ何でこうなってるんだろう何でこれなんだろうなぜ?」っていうのを見いだして自分で課題を立ててでそのための情報を集めて整理分析をしてからまとめて発表表現をするっていうことをやっていきましょうというふうにしています。えっと、私の こう小学校中学校の頃の、えっと、総合的な学習の時間の思い出になりますが、えっと、実際に地域で取れてていいるお米にもいろんな品種種ががあって種類が違うでそうした時にふだんは何気なく食べているお米が実は品種によって違う味なんじゃないかっていうのを問いを立てたんですね藩でね。でそしてあのそれぞれの,あのお米をですねちょっとずつ炊いて持ってきて実食するっていう。で 情報をです、ね、あの集めるっていうのでいうとこんな品種があってこの品種にはこういうふうに書かれていてでだったらここのお米は甘いんじゃないかとかそういうのをあの集めてくるわけですで整理してで分析する時は実食してそのデータを取るんですね分析してでその後にまとめてこのお米の特徴はこうでしたよとかって表現するっていうふうにやっていくと、えっと、こういうような。 あの括弧2番のような目標達成に近づくんじゃないかなというふうに思います。その他いろんなものもあります。地域のあの水質調査とかやってる学校もあったりしますし、そういうことをあのやりながら生活と学びをつなげていっていくっていうのが2つ目大事なことです。で、括弧3 探究的な学習には主体的共同的に取り組むこととともにお互いの良さの自分の良さももちろんだけどもまあ班でやるんだったら班のメンバーの良いところっていうのも活かしながら積極的に社会に参画しようとする態度協力するとか。 えっとこれってこうやって解決した方がいいんじゃないかとかっていう態度を養っていくっていうのがここを踏まえて最終的に自分はどういうふうな生き方をするのかっていうのを考えるっていうのをつけてほしいというのが総合的なな学習のの時間の目標になりますで、えっと、選択肢で言うとどういうふうになっているかあの抜き出してくると全部赤文字のところが揃っているところが正解なので答えは「A になると思います。 でこういう問題の解き方も、えっと、もしかすると、えっと、例えば夢と生き方で迷うとか、えっと、課題設定課題解決で迷うとかちょっと紛らわしいことで自分のこう勉強してきたところでは解決できないところの問題もも出てくるかもしれませんそうした時にですね、えっと、絶対にこれだけは見分けがつくっていうところでまずこう横断 えっと、横断が正しい縦断が違うっていうことで1の選択肢を削るともう見るべきポイントは「う」A「え」「お」に絞られるわけですね3択です。でそういうようなあの必ず違うって分かってるところをあすみませんここ三角赤にするの忘れましたけど、えっと、削っていって選択肢を削りながら正当に近づけていくっていうことをあのぜひやってほしいなと思います。まあ、ここで言うと、まあ そうですねかま、丸一番のところは是非正解してほしいところなのでまず3択に持っていくでここ迷っても仕方ないかもしれません迷ってもここも迷うかもしれないしもしかしたらここも迷うかもしれませんまあ,あの整理比較して確かに日本語としても変じゃない迷うかもしれない最後に5番のところで後見よりも小中学校でしょまだ一緒に社会の中に飛び込もうっていう気持ちの部分かなっていうふうに削っていければ えっと、いきなりここの上用なのであと1個で決まりかなっていうような問題として作りましたなので是非、えっと、削り方もあのここで練習をしてほしいなと思いますでは続いて、えっと、問題の3問目にいきたいと思いますここは次特別活活動動中でも学級活動かなについての問題だったと思いますで問題文を見ていきたいと思いますが、えっと、特別活動に示された学級活動の一部です 目標やあとは内容も少し入れたと思います。で、ここも空欄補充問題でかっこに入る適後の正しい組み合わせを選びなさいという問題になっていました。で、えっと。まず最初のあのこのスライドで用意してきたところはあの目標のところです。で、この下に内容もあったと思います。内容です。に内容ということで、えっと34。55つあの空欄があって、そこに何が入るのかというところになります。 で特別活動で今回は、えっと、学級活動とというところですね学級活動っていうものだったんですが、えっと、皆さんの学校生活どうだったか分かりませんけど短く「学活」とかって呼ばれてるようなあ,のあとは「ホームルーム」って言ってる学校もあったかもしれませんけどそう呼ばれてるようなものになります。で小学校ののの場合はこの特別活動の中に えっと、学級活動とあとは児童会活動あとクラブ活動と学校行事っていうのがあります中学校は部活動が始まるのでクラブ活動がなくなってあと児童生徒っていうので、えっと、児童会じゃなくて生徒会になりますでそう考えると学級活動生徒会活動をあとは学校行事っていうのが中学校で高等学校の場合はここの学級活動の名前がそもそもホームルーム活動になります で、えっと、あとは生徒会活動と学校行事ということです。で、学校行事とかは、例えば修学旅行とか、えっと、社会科見、えっと、学、社会科なんで修学旅行とかですね。あとは、えっと、小学校とかで言うと、あの少年自然の家に行くような、あの、そういう体験活動とか、そういうのが学級活動、あの体験活動の中にも入ると思います。生徒会活動は、あの生徒会長とか、そういうので、皆さんご存知の、あの、こう活動だと思うんですけど。 それをもう一つの学級活動はクラス作りとかっていうのがメインになるようなところここを持ってきましたではえっと目標と内容を確認をしていこうかなと思いますけども学級活動の目標はですね学級学校での生活をより良くするための課題を見いだして解決するために話し合いをして合意形成を取るということです あとは、役割を分担して協力して実践したり、学級での話し合いを生かして、自己の課題の解決及び将来のまた生き方ですね。生き方を描くために意思決定して実践すること。で、それらに自主的、実践的に取り組むことが大事だというふうにされています。えっと、学級とか学校での生活をや、あの、より良くしていくためにですね。例えば、自分がやりたかった係があって、で、どうしてもその係がやりたいけど。 他にももどうしてててやりたいって言っ言る子が出てきたその時に、えっと、合意形成してじゃあやっていいよとかやらせてねとかっていうのを測っていくことで納得しないで喧嘩になってしまうとより良くならないので生活がよりよ,く,より良くなるようにちゃんとお互いのことを話し合って合意を取るというのを大事にしてでその中で自分ができる役割は何だろうとか 自分が学級の中で果たすのは何だろうとかっていうことをやりながら自分の得意なこととか好きなこととかっていうのを踏まえて生き方を考えるっていうのが目標になります。で内容についてはじゃあ小学校の場合はどうなっているのかということですけれどもまず1つ目がやっぱり学校の生活づくりです。なので えっと、子どもたちが生活をより良くするために課題をここ一緒なんですけどより良くするために課題を見いだして合意形成を図ることっていうのがまず大事にされていること。でいい次のところは役割を自自分ででやっぱり自覚できるるようにすることですこれを自分はやるんだっていうことをしっかりと子ども自身があのはっきりと自覚をしてで自分で考えてやっていくことです。で最後は とということで、えっと、学校における多様な集団の生活の向上で、えっと、一つのクラスの中で役割分担をして合意形成を図ることももちろんあるんだけれども、えっと、さっきちょっと言いましたが学校行事もあります学校行事。 もあってその時には、えっと、運動会とか、えっと、縦割りのところでやってるところなかったですか赤組白組青組黄色組とかって言ってで1年生から6年生までの1組が会するみたいなそういうような運動会とかをやる時には、えっと、学年が違うんですね。学級の枠も飛び越えることににななりますそんな時には、えっとあの そこでもまた役割分担が発生するだろうし、そこでもどういうチームにしたいのかっていう合意形成も発生すると思いますそういうようなところを通して多様な集団との生活の向上をしていくというようなことも、あの必要になってくるということですね。学級として、えっと1年生はこう思ってる。2年生はこう思っているとかっていうような提案をするためにも、学級の中の合意形成はやっぱり大事というのが内容として掲げられているところになります。 でこれを選択肢で見てみると,、えっと今回は C ですかねというところが全部当てはまっていくよということになっていると思います。えっと、コミュニケーション、えっと、肝心にかあのすると意思疎通ということになりますけども、えっと、もちろんコミュニケーションはありますコミュニケーションも大事なんだけどコミュニケーションを取ることでより良くなるっていうよりもう一歩進んでコミュニケーションを取った上で合意を形成する。で それがより良くなっていくっていうところのこうステップを踏んでいただいて一個先にに進んだだととところが正解になりまますすよいいいいうのを見ておいていただければと思いますであとは生き方とかより良いことをしていく役割分担大事あと学校行事大事ということで、えっと、そういうところの言葉を踏まえてもらえると良いかなというところです。これも1問目と同じように、えっと、違うって分かるところを削って選択肢を狭めながら政党に近づいてほしいと思います。 では次の問題問題文四に行きますで。学級活動の内容についてよりあの学校書を変えて見てみたいと思います。中学校のえっと特別活動の学級活動の一部ということです。でえっとあのカッコに入る適合の組み合わせということでまた同じようにえっと一二三みたいなで四五というふうにあの作ってきたと思います。 でえっとこの問題文のところではえっと先ほどの小学校のところの文のまあ、下側についているときに中学校のバージョンではどう変わるのかっていうところを見ておこうかなと思って選定をしましたでえっとぜひあのこの動画をご覧の方はですね自分の受けようと思っている学校種が えっと、この2番以降どういうふうに掲げられているのかどんなことが書いてあるのかっていうのをもう一度確認していただいて、えっと、学級活動自分がどんなクラス作りをしたいのかとかどんなクラスになっていったらどんな子どもが、えっと、育つのか子どもが過ごしやすい学級って何かっていうのをこの辺を達成しつつあの描いてほしいなと思うので是非今回は2番のところとあとはちょっと。 あの省略しましたけれども3番の一部を持ってきててき問題にしていますではここの45も含めて何が入るのか見ていきましょう。で中学校の場合はですね、えっと、学級活動の中で、えっと、もちろんあのより良い生活をあの学級生活づくりをしていくんですけどそれに加えて自他の個性の理解 と尊重することっていうのがまず1つ目に大事にされて次はえっと男女相互理解っていうのも大事ににされる時期になりますであと思春期の不安とかそういうことの悩みの解決えっとなので第二次成長期にあたるような思春期の時期にあたるようなえっと中学校にあっては自分の性について意識をする意識し始める子が多く出てくると思います。自分あの 自分は男だと思うか自分は女だと思うか、えっと、その辺りのこともそうだしあと体の変化もあると思うのでその辺りのところがあの中学校では特に気にされているところかなというところです。 でなので基本的には自分のことを理解することとあとは相手がこういうふうな状況になっているかもしれないっていうのに気遣いできるような尊重できるような状況になることこの辺りが、えっと、生活面で学級活動の中では求められているというふうに思っていただくと良いかなというふうに思います。で続いては、えっと、生活づくりと自他の尊重自分のことの生活面というか。 えっと体の変化とか心の変化に寄り添うことと他の人もそういう状況にあるよっていうのを知るってことをが大事にされているプラスアルファで言うと3番のところはえっと一人一人の今後の人生設計というかキャリアの形成についてを考えていきましょうということになっていますなのでまず中学校の場合では R のところではえっと職場の 体験活動がもしかしたらあるところもあるかもしれないしあと社会生活と職業生活と学校のつながりっていうのをあの知っていってほしいっていうのが一つ目ということです。で「えっと学ぶことと働くことの意義とは何かっていうのを意識しながら自分はどんな将来を描いていくんだろうかっていうのを考えることが大事にされています。で意は、えっと、学ぶここととと働くことに加えて 勤労感とととかか職業感とかっていうことで社会に出るということはどんなことが求められるのか例えばルルーーマナーたくさんありますでそれだけじゃなくて働いていくことによって社会にどんな貢献ができるのかっていうのも踏まえて自分が社会の一員になった時の自覚とか責任こういうところを含まえて勤労感職業感って呼んでるようですけどもその辺りもちゃんとあの意識できるような中学校生活を歩んでほしいというふうな問題が、えっと。 学,学級活動の内容が決められているということになります。で答えはどういうふうになっていくかということで言うと今回は一番最初のところですかね。えー、っとまず自分の個性自他の個性と尊重することとあとは男女の違いについて、えー、っと意識しながらあの相互理解していくこと。 あとは思春期特有の悩みがあるかもしれないし不安も出てくることだと思うのでその辺りのことを、えっと、お互いちゃんと信頼し合いながら作り上げていきましょうっていうのが学級活動で大事にされています。プラス自分の今後のキャリア将来設計ってここに間違いの選択肢を作りましたけども自分がどんなキャリアを歩んでいくのかっていうのを考えながら社会との付き合い方ルールマナーこの辺りをしっかりとあの得てで 自分のの今後についいいてて考ええるる機会を与えるっていうのが学級活動ですよって書いていますよ書まなので、えっと、こう今回、ま、あの間違いの選択肢としてはあの削りづらかったかもしれませんけども、えっと、こう例えばマナーだけじゃなくてそれも踏まえてルールもあるし自覚責任とか社会貢献ってどんなことかっていうのを踏まえた勤労感っていうところの大きい視点でマナーが削れたりとかするとあの少しずつ選択肢が削れていくんじゃないかなというふうに思います。 で今回の1の B の問題全てに共通するところで言うと選択肢を絶対ここは違うっていうのをちゃんと削っていきながら正答に近づくっていうことをやれる問題ばかりだと思うのでえっとこういう問題を通してえっと間違いの選択肢を削りながらあの正答率を上げていくっていうあの練習を積んでほしいなというふうに思っています。ではこれで1の B の問題の解説を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした